ユリエス・キグリエル、ユリエス・キグリエル、カスティーヨ、ユーリエス・キーグリル・カスティーヨ、1984年6月9日帯は、キューバ共和国、サンクティスピリトゥス州サンクティスピリトゥス州出身のプロ、野球選手、内野手。右投げ右打ち。現在は、MLB ・ヒューストン・アストロズに所属。愛称は、エル・ユリ。年より、MLB での登録名は、 ユリグリエル、ユリーグリエルとしている。17歳であったに、ガジョス・デ・サンクティ・スピリトゥスの選手として、キューバの国内リーグ、セリエ、ナショナルでベースボールにデビューした。10月に開催された第35回アイブフ、ワールドカップのキューバ代表に選出された。8月に開催されたアテネオリンピックの野球キューバ代表に選出された。9月に開催された第36回アイブフ、 ワールドカップのキューバ代表に選出された。この大会では8本塁打を記録した。シーズンには本塁打打点の2冠王を獲得したほか、当時国内リーグ史上初の20本塁打20盗塁を達成した。3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのキューバ代表に選出された。同大会では2塁手として出場し、打率273。 出塁率342、長打率515の成績で大会ベスト9に選ばれた。2006シーズンは本塁打数が半減してしまったが、これはこのシーズンから公式戦で使用されるボールが水の性のものから自国製のもの、いわゆる飛ばないボールへ変更され、リーグ全体の打撃成績が低くなった影響と見られる。 2006年7月末には、コロンビアで開催されている国際大会に遠征中、エドワルド・パレと共に亡命したと ESPN のウェブサイトで報じられニューヨーク・ヤンキースが獲得に、興味との噂が出が、その後本人が否定した。8月に開催された、北京オリンピックの野球キューバ代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。 決勝戦では1点ビハインドの9回に1、アウト満塁のチャンスで、低大から閉殺打を打ち、キューバは韓国に敗北し、銀メダルに終わった。3月に開催された第2回 WBC のキューバ代表に選出され2大会連続2度目の選出となった。7月に開催された第26回、ハーレームベースボールウィークのキューバ代表に選出された。 同大会では出塁率500を記録 MVP に選ばれた。11月6日には侍ジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日台湾で行われたサンダーシリーズのためらい台した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。3月に開催された第3回 WBC の キューバ代表に選出され、3大会連続3度目の選出となった。同大会では、オランダとの決勝ラウンド進出決定戦で、最終回の表に盗塁走イミスを2回繰り返し、ビクトルサ監督に激怒され、裏にエラーをしてそのランナーがホームを踏むなど、大会打率、280の不振で終えた。チームはオランダに敗れ、決勝ラウンド進出を逃した。また、 国内リーグでは所属チームをサンクティスピリクスからレオネスでインダストリアレスに変更している。2月4日に MLB.com の取材に対して12年間キューバでプレーしてきたが今は国外でプレーしたいとの意向を示した。5月13日に NPB の横浜 DNA ベイスターズへの入団が発表された。前年末に DNA の球団社長の池田淳がキューバを視察した際に、同国の球界関係者から優秀な選手を日本に出したいという意を明かされたことを背景に国外でのプレーを望むグリエルの獲得交渉に着手したという。また、キューバ代表監督のビクトルメッサと DNA 監督の中畑清が似たタイプだと聞いて頭を抱えるということが報道された。5月31日に 来日、6月2日に入団記者会見を行い、日本球界へ挑戦する理由に、キューバで長年プレーを続けているうちに、相手投手の配球を読むことの難しさが薄れてきたことを挙げた上で、横浜 DNW を初めてのクライマックスシリーズ進出に必ず導きます。信じてくださいと述べている。また、ユニフォームのセネームは、本来の英語表記から王を取ったグリエル。 6月3日からは、実戦での調整を目的に、2日続けて、イースタンリーグの埼玉西武ライオンズ戦で、先発出場。3番指名打者で出場した3日の試合で、4回裏の第2打席で、中崎優太から、来日初本塁打を打った。6月6日に来日後発の一軍出場登録。6月8日の対東北楽天ゴールデンイーグルス、戦。 横浜スタジアム23番3塁手で一軍発出場、3回裏の第2打席で初安打を放ち、3打席連続安打で猛打賞を記録した。6月11日のオリックスバーファローズ戦、京セラドーム大阪では、6回表の第3打席で敵自打を放って一軍発打点を挙げると、8回表の第4打席で、 佐藤達也からバックスクリーン左へ一軍初本塁打を記録した。3月19日にキューバ国内リーグで所属するインダストリアレスがプレーオフ準決勝進出を逃したため、2015年3月27日の東京ドームでの開幕戦、対読売ジャイアンツまでに、この年から同じく DNA と契約した弟のルルデスジュニアと共にチームへ合流できるとの報道が出た。 しかし、左もも裏痛の治療をキューバ国内で行うため、兄弟揃って来日が延期になった弟のユニエルキスは左手首痛。これに対し DNA は日本国内で治療を行わせるため、診断書の提出と来日を要求したが、診断書を含めてキューバ政府から明確な返答がなく、球団職員が話し合いのために現地入りするなど、 緊張状態が続いた。結局、4月2日に GM の高田茂が契約違反のため契約を解除したと発表し、キューバ政府もこれを了承したため、正式に対談が確定した。なお、ルルデスジュニアについては、制限選手としての処分にとどまった。2015年度、最初の自由契約選手となった。11月に開催された第1回。 WBSC プレミア12のキューバ代表に選出された。2月には、シエゴでアビラの補強選手としてカリビアンシリーズに出場。準決勝で敗退後に弟のルルデスジュニアと共に開催国のドミニカ共和国内からハイチへ亡命した。3兄弟の長男のユニエスキはカリビアンシリーズに出場していないためキューバ国内に泊まっており、 カリビアンシリーズでの最後の試合の後に二人と連絡が取れなくなった。それまでは毎晩連絡を取り合っていたのに、私たちもみんなと同じニュースで亡命を知り、二人のことは何もわからないと語っている。2016年7月16日にヒューストンアストロズと総額4750万ドルの5年契約を結んだことが発表された。マイナー AAQ コーパスクリスティ。 フックス、トリプル A 級フレズのグリーズリーズでの調整を経て、8月21日にメジャー昇格し、同日のボルチモアオリオールズ戦で6番、指名打者で先発出場して、初打席で初安打を放った2打数1安打1死球。最終的には36試合に出場し、打率262.3本塁が15打点1盗塁。 アップス0.677という成績を残した。守備ではサードを主に守り、21試合で1失策、守備率、977DRS0 という成績を記録。他に、わずかながら一塁手と左翼手も守った。は若手三塁手のアレックス・ブレグマンの対等により、ポジションが主に一塁手となった。10月27日のワールドシリーズ第3戦で、 ダルビッシュ U から本塁打を記録した後にアジア人を侮辱する差別的ジェスチャーを行い、物議を醸した。10月28日にシーズン開幕戦から5試合の出場停止処分が課せられた。21歳の時に MLB のスカウトからはもしドラフトで指名されるならば1巡目だと評価されている。打球のほとんどが左方向に飛ぶプルヒッター。 長打力に定評がある。地型の強い内野手。キューバ国内リーグでは三塁一種としてプレー。代表では当初は二塁一種だったが、2004年頃から代表でも主に三塁を守るようになった。DNA、e、への入団が決まった際には、遊撃手としての起用も想定された。入団当初に出場したセーパ交流戦では、指名打者を採用しなかったパリーグ球団主催試合で、 石川優洋に、遊撃や外野を守らせることを条件に二類種として起用されていた。一類を守っていた主砲のトニー・ブランコが故障で、戦線を離れた交流戦の後半、6月中旬からは、レギュラー三類種のアーロム・バルディリスを一類や代打に起用する一方で、もっぱら三類種として出場した。デルタ社産室のザーでは、2014年は二類種では289イニングで、 ザーマイナス2.6、サンルイッシュでは228イニングでザーマイナス4.8を喫した。ニックネームはユリー、ユリー、DNA 地主に DNA ファンを中心に応援、等でユーリーと呼ばれていた。なお、ユリエスキ自身は来日時の会見であだ名はあまりなかったが、キューバではユリーと呼ばれていたのでそのように呼んでほしいとコメントしていた。 ホセ・コントレラスや、ホセ・アブレイユラと同じく、キューバ人特有の飛行機嫌いとして知られる。DNA 時代の2014年7月7日には、沖縄県に、平成26年台風第8号が接近する、状況での飛行機移動にする不安を理由に、読売ジャイアンツとの二連戦、沖縄セルラースタジアムナハに向けた遠征への参加を、見合わせた。その後に、病院で検査を受けたところ、 飛行機恐怖症と診断された。メジャー遺跡後も睡眠導入剤を登場前に飲み熟睡することでやり過ごしている。日本食が苦手。2013年 WBC への出場で来日した際には2週間で5ラムも体重が落ちたという。またトマト以外の野菜も食べられないことから DNA ではグリエルのためにキューバ風の献立を特に用意していた。 好物はパイナップル。キューバに野球用具を送るというプロジェクト、ペロタでアニモを主催するホリプロのタレントのシーラとは友人であり、彼女を通して弁社のグローブや当時西部に所属していた中島博士のバットをもらい愛用していた。メジャー移籍後も日本球界を貴重な財産になったと高く評価している。野球一家であり、ジップノルルです リスズ自動車公式野球部などの社会人野球でのプレー経験を通じて日本の野球事情やプレースタイルを熟知していることを背景にユリエスキの DNA 入団を後押ししたとされる。ユリエスキは三人兄弟の真ん中で兄弟はいずれも野球選手であり弟のルルデスジュニアも2015年に DNA と契約。二つ年上の兄のユニエスキも2014年から。 カナディアン・アメリカン・リーのケベック・キャピタルズへ派遣されている。また、おじのルイス・エンリケ・グリエル、王おじのホセ・デルガド、いとこのヨアンネ・デルガドも野球選手である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。